今回の動画はですねちょっといつも木曜日の夜中にですね一気に動画を撮ってですね、えー、やってたんですけども、えー、今回はちょっと着てる服だったり後ろの、えー、と壁の模様だったりがちょこちょこ変わる可能性あります。もうチェックしたのはちょっとずつこうやって撮影してで後で編集でつなげて全試合総チェックっていうようにまとめて出します。 ちょっとその方が、えー、体力的にも、えー、楽だし覚えてる試合をすぐ出した方が細かいところまで言えるんで、えー、今回ちょっとそういう風にやってみます、えー、のでですね、まあ、背景とか、えー、着てる服とかちょこちょこ変わりますけども、えー、気にしないでトークだけを、えー、解説だけを気にしていただいてですね是非見ていただきたいと、えー、思いますさあということでですね、えー、まずはロッテ対西武9月1日1対9で。 えー、西武の勝ちというところでですね、えー、大峰がね、えー、久しぶりにミー・ジョン手術もあってですね久しぶりに先発登板というところになりましたけども、えー、立ち上がりはですねストレートのキレもよく力もあってコントロールもよくね本当にグッとピッチングでしたけども、まあ、中盤以降ですね、まあ、ストレートの急、えー、速もちょっと落ちてきてキレ、えー、もなくでコントロールもねちょっとずつ甘くなったところを2、まあ、打されたというところでね、まあ、5回93球。 9アンダー3失点3死球7失点7失点とね、えー、ちょっと結果としては、えー、残念な結果になりましたけども、えー、江口監督の、えー、コメントによると、えー、次回も先発でっていうところになるんで、まあねまあ、本人緊張もしただろうしね、えー、最初はうまくいったけどもやっぱり一軍の試合っていうのはね皆さんが思ってるより非常にね疲労度疲れ具合あるんでね、えー、どんどん飛ばしていった結果ね中盤以降ちょっと疲れたかなっていうところもあるんで今回のねこのピッチングの経験を踏まえて えー、次の登板どういうピッチングするのかっていうところをね、まあ、注目したいと思いますし頑張ってもらいたいなとね、えー、思いますあと2回ね、えー、と中村にねこうフォアボールで源田センター前で金子のねこれセーフティー気味の送りバンドこれをねちょっとね処理が遅いあそこを見ねチャチャーっていくかあとサードのやつだもんっパーってね 大体バンドしてくるのはだいたい予想つくやろうっていうところでね全体的にあのサードを安田ピッチャーを見えるね勝利が遅くてそこをね内んだにしてしまって、まあ、の満塁、まあ、その後とね、まあ、栗山の2点タイムリーとか山川スリーランとか山川の時もねもう、ま、真ん中高めのねストレートどうぞ打ってくださいみたいなところにね投げてしまって、えー、バックスクリーン右送にね、えー、ホームランていうところでね失点ししまっていうところでねまあその守備 いうところもありますし、まあ、投球っていうところもね、えー、ちょっとずつ甘くなったなっていうところもあるんで、まあ、そういったところはね次回に向けて反省してもらいたいっていうところは、えー、ありますね、まあ、逆に西武高橋コーナー7回107球1安打三振2四球無失点ということでね、まあ、ノーヒットノーランするかもっていうところでね、まあ、あのロッテの4番安田がね、えー、ヒットを打って、まあ、ノーヒットノーラン阻止というところになりましたけども、まあ、常にですねストライク先行ほぼ、えー、ボールボールになったのはね 2, 2回かな3回ぐらいでほぼもうストライク先行で勝負できたっていうところでねもう,こう見ーでも非常にコントロールに不安を抱くこともなく球のバルつきもね抑えられて勝負できたこういうところがね強気にどんどんストライクを投げて勝負できたっていうところがね、まあ、こういう好結果につながったかなっていうところもあるんで、まあ、これをね続けて。 パフォーマンスをして見せるっていうところが大事になってくるんでね、まあ、高橋コーナーの次戦のね、ピッチング、えー、非常に注目したいと思いますね。まあ、あとはやっぱりね、守備面もないよく高橋コーナー支えたなと、えー、6回裏ね、えー、出した佐藤のね、打球、えー、セカンドゴロの先、ね、外崎ね、二遊間打球、飛びついて、ファースト、アウト、グッドプレー。 ね、スーパープレイっていうところで、あ、まあいうところもね、守備もね、他の、まあ、機会もありましたけれども、まあ、守備がね、支えたっていうところも素晴らしかったですし、あとまあ打線においてはね、栗山が4打数、3打点、山川が4打数、2安打、4打点、1ホーマー、田がね、3打数、3安打、1打点と、固め打ちしたことによってね、まあ、打線の周りが良くなかったかなっていうところの9得点っていうのもありますし、まあ、ロッテもね、いいところで考えると、まあ、山本がね、まあ、猫だまし投法っていうのかな、えー、3回。 えー、完璧リリーフっていうところでね、まあ、特にカットボール良かったかなと、えー、ダブルプレーも取れたし、えー、そういったところでね、まあ、ああいう機会でしっかりねピッチングしていくことによってひょっとしたら。 えー、先発ワンチャンスあるかもわかんないし、中継ぎでもね、ワンポイントでもこのカラカーハーマンマスダの中に。一つのチョイスとしてね、加えるピッチングになってくると思うんでね。まあ、こういったところで、少しずつチャンスをね、もらっていいピッチングできたんじゃないのかなと思いますね。9月2日、えー、2対4で西武の勝ちということで、ね。西武がうつ日、5回七十五球、二安打6三振、2四球無失点と。まあ、解説してましたけれども、本当に腕がよく触れてね、コントロールも、こう、緩急もついて、えー。ボール先行してもね、まあ、フォアボールたつ出しましたけれども、ボール先行しても、本当にストライクをね。 安定感っていうところは全盛期のね 力強さっていうのは確かになくなったかも分からないですけどもその中でこうベテランとしてのね制球力、緩急腕の振りっていうところは非常に素晴らしいピッチングできたんじゃないのかなと、ねまあ、こうやってしっかりね変化球の時でも腕をしっかり振るっていうところでね、えー、ロッテ打線はちょっとね見極めつきづらかったかな対応しづらかったかな緩急もよくついたっていうところでね、まあ、これ完全復活かっていうね、言ってもいいんじゃないのかと前回の、ね、オリックス戦も、まあ、ジョーンズ1人に、ね、やられたっていうところはありますけども、まあ、全体的に見るとね2戦連続でいいピッチングできたんじゃないのかな っていうところもありますし、あの久しぶりの、えー、勝利、えー、っていうところで、7何十何日ぶりかな、の勝利っていうところでね、内、ま、海、あのピッチング、素晴らしかったなと、えー、思いますね。あと、まあ、セーブでいうとね、6回表、外崎が、えっ、ー、とね、2球目にインコースをバシコーンって引っ張って、結構大きめの、えー、ファールを思いっきり引っ張って、ファール打った次の投球で、セーフティーバントするんですよね。まあ、これが見事に決まって、内野安打に出塁するんですけども、さすがにあれを、 えー、処理するのはなかなか難しかったなと安田もあれを前にね守備守るわけでもいか,ない,いかないですし本当に相手のね裏をついた素晴らしいセーフティーバントだったなというところもありますし、まあ、その後ね出打者、山川の時に、えー、完璧に小島の投球を盗んで盗、えー、塁と、まあ、キャッチャー、田村投げられずというところでねで山川申告敬遠であ申告敬遠というか、まあ、申告敬遠みたいなもんですけどねその後ボールボールに投げて、えー、敬遠してでそしてロメロのねライトフライ定位置ぐらいしかもライトはね肩のいいマーティン。でそれを 外崎がねタッチアップ三塁にあれ見た時にえこれちゃんと投げてアウトじゃないのっていうところでマーティンがもう高騰してでそれを、えー、カバーに入った大島も取れず、えー、スタンドに入って新塁外崎ホームインっていうところで、まああのー、解説でも言いましたけどもあのホームランじゃなくても1人で1点取れるんだっていうねこの外崎の、まあ、6回のねこの打席走塁っていうのは本当に素晴らしかった外崎グッとねえ。 まあ、前日もね、スーパープレイあったのと同じように、本当に足動いてるなっていうところもありますし、あの、マーティンの冒頭はね、硬い野手にね、ありがち。一人で刺してやろうってうよく書いて、高騰して、冒頭。で、まあ、そこまではまあね、それも完璧、バットだけども、で、その後、大島もね、カバーに入ってんだったら、もうあれ取れなかったら無条件で1点入る。しかもそれまで0対0。体張ってでも止めなきゃ。もしくは、あれをもうちょっと前に出て、ノーパンで取るぐらいの気持ちでいかないと、あれを簡単に後ろにそら 出してたら本当にまず状況がね 理解してないんじゃないのかっていうところを言われても仕方ないし、あそこはもう体張ってでもね、止めなきゃいけないプレーだったんじゃ、えー、ないのかなっていうところがありますね。で、その後セ西武としては7回表ね、えー、前の打席、チェンジアップにね、やられて、切りきり前だったところがね、まあ、チェンジアップが高めに浮いてきたところを見逃さずね、木村がセンターバックスクリーンに完璧にホームラン、2対0っていうところになりましたけども、大、まあ、あ島もね、本当に素晴らしいピッチング、あの前回の楽天戦同様にね、あの枠井から勝った、えー、素晴らしいピッチングできてましたし、まあ、打線のね、援護がなかったっていうところでね、勝ちがつかなかった ですけどもまあ対角線のストレートチェンジアップともにね非常にいいピッチングが大、えー、島としてもッピチッチできたんじゃないのかなっていうところもありますしまあなんと言ってもねロッテもね勝てるチャンスはありましたね7回かな平が、えー、出てきてフォアボール連発で田村への押し出しそしてワンナウト満塁で、えー、和田のところに台打、えー、角中で角中がねインコースのストレートを思いっきり引っ張っていい当たりでしたけどファールで多分角中としては次、えー、のー変化球をね予想していたところに えー、宮川がアウトコース低めで完璧なストレートになって、まあ、読み違いというところもありますし、えー、ベストピッチというところもあって、まあ、見逃し三振、まあそこで、ね、追いつけなかったとっいう、ね、中村にしては、ね、追い込まれてからカーブで低め泳が、えー、されて内野ゴロというところで、ねまあそこで、ね、追いつけなかったとっいうところが、ねまあ、結果的に負けになってしまったかなという、ね、あの非常にもったいない、まあ、でも平、ね、あの平の後完璧リリーフ宮川、グッピッチ。 って言っってもいいぐらいらのね、えー、投球だったかなと、まあ、その前に投げた森脇もねフォークボールのキレ素晴らしかったなというところもありますし、まあ、その後ギャレット、マスターズねつないで、えー、逃げ切ったとっいう戦いになりましたけども、まあ、ロッテとしてはね8回に、えー、東が出てきて、まあ、フォアボール連発というところでね今度は逆に押し出しで点を上げてしまうという形になって結果的に、まあ、4対2というね、えー、形になってしまいましたけども東もねフォアボール5つと、まあ、ロッテとしてはフォアボール8個というところでねフォアボールが非常に、まあ、失点に。 繋がっっったかなっていうところもありりますしやっぱりねミスが出るとやっぱああいう試合はね勝ちきれないんで今までロッテはね1ヶ月の総チェックでもね言いましたけどもやっぱりミスをねしないで勝ちきるっていうところが大事なんでそういったところではねこの水曜日の敗戦、まあ、川水2連敗っていうところになりましたけども非常に、えー、痛い敗戦になりましたけどもまあこれはね内海、まあの素晴らしいピッチングっていうところもありましたし、えー、ミスをしたロッテが負けるっていうね、えー、結果的にそういう形になった試合でしたね。 9月3日3戦目8対5でロッテの勝ちということで、まあ、この3連戦2勝1敗で西武の勝ち越しということになりましたけども木曜日の試合結局ねロッテが勝ったわけですけども西武、まあ、はね初回ノーアウト一二塁殿崎、まあ、がねこのバントミスそして2 5 3のダブルプレーになったところが痛かったですね、まあ、その後山川がまあセンターフライですか、まあ、ここでねあのバントが遅れてて、えー、得点したら 一気に3連勝っていうのも、ね、考えられた試合展開だったんじゃないのかなっていうところで、まあ、ミスが出たっていうところがね、まあ、初回、攻撃、えー、ちょっと言いたかったかなと、まあ、あとロッテはです、ね、また佐藤、えー、2回裏先制ホームランいや素晴らしいね打った瞬間というところでしたけど、えー、素晴らしいバッティングでしたし、えー、こちらの方が素晴らしかったんですけど5回裏ワンナウト1、2塁、えー、ピッチャーサイ藤アウトコースのストレートを、ね、レフトオーバー、えー、2点タイムリー佐藤グワッツナイス。 レフトへのね左ピッチャーからサイド気味のアウトコースをレフトにレフトオーバーっていうのはね非常に良かったんじゃないのかなと思いますあとまあマーティンがねイエスマーティンっていうところで二、まあ、発ホームラン打ったっていうところでですね、まあ、あの岩下もね、まあ、なんとか粘り強い投球ができて勝ち星っていうところでね、まあ、3連敗しないでね、まあ、良かったなっていう一戦になりましたね続いてオリックス対ソフトバンク九月一日五対零オリックスそして九月二日三対三引き分け三、ね、日四対 5で、えー、ソフトバンクというところで、まあ、1勝1敗1分けという戦いになりましたけども、まあ、あの火曜日はねもう山本が、まあ、初回3四球とね、えー、一気にピンチを作りましたけどまあ そこでね、後続が続かずというところで、まあ、得点にならなかったとっいうところがね、ちょっと痛かったかなと、まあ、中村フォアボール、ね、柳田レフトフライグラシアル三振ワンアウトから栗原明志連続フォアボールで満塁を作って松坂センターフライと、まあ、ここでね、点が取れてたら一気にね山本を打ち崩すチャンスだったかなというところはありましたけども、まあ、山本もね尻上がりに良くなって、まあ、7回121球2安打7三振5失球とね、本、ま、当、あ、初回だけだったなというところがね、ありましたね。まあ、先の、ね、山本は、まあ、先週の、ね 戦いでもこちらはね千賀が勝ってっていう戦いになりましたけども、まあ、今回はね山本がしっかり、えー、リベンジっていうところでね勝ち切った山本グッピッチング。千賀はね,、えーまあがねまあ、立ち代わりは良かったんですけどもあの6回裏大城にフォアボール西のフォアボールとで中川セーフティーとのこの松田がね見送ったんですけどもあれは仕方ないかなともしあのまま行くとしたらもうランニングスロー的に勝負しないとちょっと転がった位置も、えー、強さも最高にいい、えー、バンドだったんで、まあ、切れるかなっていうところでね見送ったっていうところ が、まああの、ソードバンクには不,不運にもね、まあ、フェアグラウンドでこあ止まったというところでね、まああのー 満塁になったまああれはちょっとね仕方ないかなっていうバンドしたらね中川がうまかったかなっていうところはありますえそしてノーアウト満塁からね吉田がフォーク見送ってカットボールとでカットね外カットストライク入ってアウトコースのストレートをセンター前タイムリーっていうところで、まあ、きっちりで、ね、吉田が打ち切ったっていうねここでね2点タイムリーという吉田君ねまあ結局ね千賀の自滅かなっていうところはまあありましたけどねまあその後もねまあジョンズショートフライから T 岡田が三振で足立フォアボール福田がねフォアボール押し出しっていうところで この1点も非常に痛かったかなとまあソードバンクとしては完敗オリックスとしてはその後ねスクイズもありきりっていうところでね、えー、やりたいことが非常にできた試合だったんじゃないのかなと思います、えー、そして水曜日3対3、えー、引き分け、えー、和田ね田島両投手ともにね5ピッチ、まあ、非常にねいいピッチングできたかなと、あのー、ソードバンクがね川島が先頭出しホームランとか7回グラシアルホームランツーランっていうところもありましたけど、まあ、田島はねこの2発に泣いたっていうところはありましたけどもなんとオリックスで、ね、9回裏。 2点追いつくというところで、まあ、ツーアウトまでいってね、えー、足立に初球レフト前に、ね、同点タイムリーと、まあ、ピッチャー森ねなんとかまあ同点で収まったというところはありますけども全体的に球が高かったかなとその球の高いところを、ね、見逃さずオリックス打線が、ね、仕留めたというところで、まあ、3対3の引き分けこれは、ね、ソフトバンクとしては非常に痛い、えー、引き分けだったかなというところがありますね、えー、そして昨日の試合が4対5でソフトバンクが勝ちというところでしたけども、まあ、オリックスね、えー、先発かなり1400日ぐらい勝ち かなり久しぶりの先発になりましたけども5回78球4安打8三振無四球2失点というところでグッとねっ増まあ日本ハムで投げてる時もなんかもう先発の方があの力感もないしフォームも安定してるしいいんじゃないのかなってまあ本人ね抑えにこだわりあるかなっていうところはありましたけども今日の投球もですねまあ ストトレート140キロ後半ぐらいになりましたけども本当に安定的にねカーブ、フォークともにね非常にいいピッチングできたんじゃないのかなともうこれも先発でねいいんじゃないのかなと個人的には思いますし、まあ、4回のねノーアウト2塁のところも栗原、明石、松田と、ねえー、3者連続三振というところでも非常にいいピッチングしたかなと。でまあ、ソートバンクはねね4回裏明石が、ね、エラー で2アウト1塁になってシュートがねまあ、普通のセカンドゴロエラーというところでピンチ拡大とで杉本がセンター前タイムリーそしてその後松井がねグッとスリーランホームランでね一気に4点で大逆転というところで本当に、ね、0点で抑えてたところがもうエラー2つでねもう明石シュートバーッとね。 あのところで、まあ、一気に逆転を、えー、なってもう完全にね雰囲気は負けの雰囲気、えー、でしたけども増田、えー、が7、ね、回までツーランで甲斐が2、ね、者連続の、えー、ホームランということで逆転マッチ甲斐グッド本当にねもうこれ負けたなっていうような試合展開で見てましたけども、えー、しっかりね勝ち切ったっていうところで、まあ、なんとかね1、えー、勝1敗1分けの、えー、3連戦ね五分、えー、に終われたかなっていうところがありましたね。 続いて、えー、日本ハム対楽天、えー、9月1日8対1で日本ハム、えー、そして2日3対5で楽天そして昨日が4対0で日本ハム2勝1敗で日本ハムの勝ち越しというところになりましたけども、まあ、あの火曜日は、ねまあ、楽天投手陣全体的に言うと、まあ、8つのフォアボールそして13安打これ正直もうきついもうヒットも打たられたりフォアボールもこれだけ出したら、ねまあ、なかなかきついかなと、えー、5回裏、ね、ピッチャー酒井、えー、足立、ね、ワールドピッチからの同点タイムリーというところでも まあミスがね付、えー、け込まれてるっていうところもありますし、まあ、3回裏ねノーアウト一・三塁安達ねセーフティースクイーズ失敗というところで、まあ、ここでね点を取ってたらどうなってたかわからないところで,ですね、まあ、3塁ランナーねロメロ挟まれてアウトでしたけどそもそもあのまま決まっててもロメロのスタートは非常に遅かったかなとでその後ねワンアウト一・三塁になって小深田が、ね、セーフティースクイーズとこちらバントは完璧にできたけども岡島がねホームアウトっていうあのバントでセーフティースクイーズが決まらないようでは ちょっと無理あだから小深田のところはもうランナーの責任岡島の責任は非常に大きいで私のところはまあちょっとねバンドラミスっていうところはありましたけどそもそもロメロのスタートもタイミング的には非常に遅かったっていうところでちょっとねもっと練習した方がいいかなっていうね、あのー、作戦が成り立ってないっていうような感じでね、えー、見てて思いましたねでまあ日本はねもう噂が9回125球5安打7三振3四球1失点っていうところでね非常に腕がね 巻きついてくるえゆったりとしたようにムチがねムチのようにしなる腕の振りがねもう抜群だったなと緩急もついてストレート切れ合ってグッと上はねナイスピッチングというところになりましたしまあね特に言うと2回ね浅村に、えー、スライダースライダーまっすぐスライダーナックルカーブで、まあ、一度もね振らせず三振取って。 で、島内がねストレートストレートストレートカーブカーブストレートで三振で、田中にカットカットストレートカットで三振とまあ三者ともにね攻め方を、えー、違う形で攻めながら三者三振という非常に、あのー、配球的にも良かったんじゃないのかなと思います、えー、そしてね打線においては、まあ、1番から4番までね太田松本西川中田と太田が4打数2安打松本4打数2安打2打点で西川がね4打数2安打1打点中田3打数2安打3打点とまあこれだけ打ったらねしっかり勝てるなっていうねまあ日本としては完勝の、えー 試合展開だったかなとで9月2日3対5で楽天ということでまあニッパね上原5回70球2安で4三振1失球無失点とまあストレートね150キロ前後を投げますし楽天打線全体的にまあ差し込まれてたかなっていうところもありますしこのストレートがね非常に色があって聞いたようにね、えー、見てて思いましたでどんどんねストライクも投げ込んでいってまあ力でネジ伏せた感もありましたしまあ、変化球の精度がねもうちょっと上がってくればひょっとしたら大化けする可能性もあるかなっていうようなねピッチング内容に見えました。 でまあ5回ね西川の儀比そして中田のねツーランホームランと、まあ、3点取ってね完璧な試合運びだったんですけども最終回秋吉がね第5三っていうところで、まあ、一気にね5失点食らって逆転負けっていうところになりましたけどもロメロのねこのセンター前カンチャンこれねちょっとアンラッキーだったその後ね浅村のスライダーね軽度でライト前これ浅村のうまさでそっからねもうあの岡島同点タイムリーの中田中がね勝ち越しということで一気に5でこのね楽天としてはロメロは 朝村のね、この2本のヒットっていうのが非常に大きかったかなって思いますしまあね、秋吉が今日抹消されてましたけど、まあ、宮西がね、今日の試合抑えに、ー、投げてましたけどまあ、どういうね長続きうにこれからなるのかなっていうところはねまあありますけどねで今日はもう4対0ということでね、もう日本ハム加藤が5回ね、51球無安打、えー、一三振無失点というところでねまあ、このね、まあ、上。 あら加藤ともに両サワーに楽天打線ストレートがね結構差し込まれてたかなっていうところねタイミングは合ってないなっていうところもありましたし、まあ、あとはね1回3回でね、えー、3番西川4番の方がねチャンスをしっかりものにするグッとっていうところもありますし、まあ、楽天打線はね1安打でさすがにこれじゃねチャンスないっていうところでね、まあ、完敗っていうところで、まあ、3連戦ね2勝1敗で日本ハムの勝ち越しになりましたね。 さあそして続いて、えー、中日対広島セ・リーグ、えー、9月1日5対0で中日そして9月2日9対5で広島そして9月3日6対0で中日ということで、まあ、2勝1敗で中日の勝ち越しというところになりましたけども9月2日ピッチャー王のね5戦連続完投ということでねアウトコースのチツーシームが抜群だったなって王のグワってナイスピッチングというところになりましたけども、まあ、この試合の、まあ、ちょっとねここの 解説っていうところでですね、まあ、大野がね対右に、えー、9月2日現在で。 対右左率1割9分4厘で対左が2割4分7厘とで三振率が対右に対しては3割2分5厘と対左に対しては1割9分5厘とちょっと下げるというところでまあ右左で考えるとちょっと左の方がね大野に対しては相性いいなっていうところでまあ広島はねスターティングメンバーまあ右をね並べてまあヒットがねメヒアンの一本のみそしてね代々出た坂倉がねまあヒットを打ったっていうところになりましたけどもちょっとねこの右打者を並べたっていうところが会員 かなっていうような、ね、感じに見えましたしクリ、まあ、は、ね、ストレート通信シームカットとコースに、ね、しっかり投げ分けて、えー、粘り強い投球してましたけど、まあ、8回、ねまあ、最後は力尽きたかなというところはありましたけどクリ時代のピッチングは良、ね、かったんじゃないのかなとな個人的には思いましたで9月ですか、ね、9対5で広島の勝ちというところで、まあ、中日は、ねまあ、6回裏4安打4四死球で一気に 逆転したかったところですけども、まあ、これがね最初で最後のチャンスだったかなっていうところもありますし、まあ、ワンアウト満塁で阿、ね、部がね煙に対して三振で6対5と、えー、1点差に詰め寄ってツーアウト満塁で大島がねセンターフライ、まあ、これねどちらかの選手がね打ってれば、えー、逆転してればね試合展開分からなかったところが、まあ、このねビッグチャンスをね、まあ、点はね取ったんですけどね。5点、えーまあ、十分取ったんですけどまあ 勝てるチャンスがあるとすればここ一気にいけたかどうかっていうところがねまあ結果論的なねえー、解説に、えー、なりますね。でまあ広島はね相澤が4打数2安打5打点1ホーマー4回に満塁ホームラン。相沢グッドねあの打っね打た後が 新井孝弘選手みたいにちょっとねジャンピングしながらっていうところはね見てて思いましたけども、まあ、3回裏ねノーアウト満塁で、えー、レフトでねタイムリーも打ちましたし非常に、えー、チャンスに強い、えー、一撃をねものにして最後9対5でねしっかり勝ち切ったかなと、まあ、あ,のあとはね初回ピレラ菊池の2者連続ホームランっていうところもね大きかったですし、まあ、ホームラン構成でね一発で、えー、どんどん得点を重ねたっていうところもね非常に、えー、爆発力があったかなとリリーフもね 島内そして堀江、えー、フランソワとねまあんとか踏ん張ったかなっていうようなね戦いぶりでしたねでまあ昨のの試合、えー、6対0というところで、まあ、中日はね初回1軍復帰の、えー、1打席目に福田が、えー、先制ツーランホームランと福田グッツしかもね3回裏もノーアウト満塁でレフトへタイムリーグッツ。Good. まあ出せのね厚みが福田復帰でねましたかなとで、まあ、福谷がね7回3分の213球7安打8三振1四四球の無失点というところで、まあ、打撃でもね3打数2安打1打点グッグッグッね投打にわたって大活躍っていうところも、えー、ありましたし、まあ、6回表ね大森にセンター前ヒットで菊池がねセカンドエラー。 で坂倉に対して、えー、ここからツーシームストレート、ストレート、ストレートインコースつなげてインコース続けて、ねえー、三振で鈴木誠也がレフトフライで松山には、ね、内のストレートを使いながらツーシーム最後もうちうちで、ね、三振とほんでストレートが、ね、非常に素晴らしく、えー、キロあって、ね、コーナーにしっかり投げ分けれたかなというような、えー、ピッチングこの6回の表の、ね、エラーで、ね、作ったピンチをしっかり防いだというところで、ねまあ、グッドピッチングだったんじゃないのかなと思います。えー、広島は、ね、ジョンソンソが4回61球4安打 錦九5失点とちょっと力ないかなともうちょっと厳しいのかなって腕もね触れてないしっていうところはねまあどうなんだろうっていうところで、えー、見てましたねまあその中でもね今日もまた、えー、坂倉がねいい形でヒット打ってたなっていうね広島でもいいとこあった中ですけどまあ6対0というのは完敗というところでまあ中日のね2勝1敗勝ち越した3連戦でしたね、えー、そして次は巨人対 d n a 火曜日3対2で巨人で水曜日3対1で巨人そして昨日 えー、13対4で巨人巨人3連勝これは痛いもう一気にねセ・リーグ全チームが消化ゲームになっちゃうよっていうようなね、えー、戦いぶりでしたけどもまあ火曜日はね 4回裏にね、巨人、大城先生ツーランと、えー、ピッチャー上下田に、ね、上畑に変化球で勝負したいっていう思いはあったでしょうけどね、まあ、1打席目でね、チェンジアップでサードゴロを打たせてるっていうね、カット、ストレート、スライダー、そしてチェンジアップでファーストゴロを打たせてると、で2打席目もね、まあ、チェンジアップでね、変化球で抑えたかったかなというところでストレート、初球、ね、ボールになってでチェンジアップがね全く抜けきらず高めにね、棒でそれをね、見逃さず大城,大城がねしっかりライトへツーランホームランというところでね、まあ、上畑としてはちょっと失投をね。えー もうちょっと狙いたかったな、低めっていうところもありますし、まあ、8回表はねピッチャー、菅野、えー、打者外に対してね、ね、まあ、それまで3連続三振というところで、えー、完璧に抑えてましたけど、やっぱりね、ホームランの怖さもあるというところで、ツ、ま、ー、あ、アウト、一塁からねフォアボール出してしまい、まあ、球数がね134球もあり、まあ、ここでね、えー、打者、佐野に対して、まあ、相性も考えてねピッチャー、中川に交代と、でその中川がツーアウト、一、塁と、まあ多分ストーリーとしては、インコースでファールを打たして、アウトコースのスライダー で勝負したいとアウトコース出し入れだけじゃひょっとしたらっていうところもあって、まあ、一番行きやすいね初級のインコース、えー、使ったところをね、まあ、その田野がねそんな簡単な球じゃなかったですけど胸,と胸元の球をねしっかり、えー、引っ張り抜いてライトへ同点タイムリーというところでね、まあ、この、えー、駆け引き 共に見てたらね、面白かったなっていうところもありましたね。で、九回ぐらいね、巨人マルがセカンドタイムに悩んで出て、ダイソー・マスダとでウイラーのセンター前で、一気に三塁へと。マスダ・グッド。まあ、こういう時にね、ねやっぱりマスダのスペシャリスト的な足はね。非常に巨人にとって大きな戦力に見えましたね。まあ、今年は本当にね、いいところで走ったりとか、盗塁しなくても、こうやってね。ワンヒットで三塁に行ったりって、非常に素晴らしい活躍ができてます。その後に、まあ、あのノーアウト満塁になって、ツ、ま、ー、あ、エンドツーと。 で転がさればね、当てればマスドの足でホーム、サヨナラにできると、多分吉川はね、思ったと思うんですよね。で、そこでまあなんとかね、転がすぞと、でしかも、まあ、あの吉川の足を考えるとね、ダブルプレーも確率的には少ないと、だからコンパクトになんとか転がして当てて、えー、1点取ろうというところでね、まあ、ふその結果、振り抜いたのがね、まあ、ライト前にサヨナラタイムリーというところで、まあ、マス田の足、吉川の足、そしてやるべきことをしっかり考えた吉川のね、バッティング、素晴らしかったなと思います、吉川。 はい、さよなら、えー、そして水曜日3対1ね巨人が勝ちというところですけども、まあ、巨人ね先発復帰ね当番だったサンチェス、まあ、立ち上がりねコントロール定まらずね、まあ、球数多かったかなというところもありましたけども尻、まあ、上がりにね、まあ、いいピッチングになってきて。 グッッドピチね特にスプリットね、えー、非常に状態良かったかなと思います、えー、で2回表ねワンアウトから、まあ、山下にねフォアボール大和にカットカットでね、まあ、643ダブルプレーここのダブルプレー非常にね大きかったかなとこれで一気にね波に乗っていけた感はねちょっとあったかなと思います、えー、そして2回裏2点取ってねワンアウト三、えー、塁三、えー、塁ランナーが吉川ねでバッター住みたりでツ2エンド2と、えー、なったところで、まあ、次のバッターが、ね、サンチェスっていうところもあって、まあ、これねなんとか転がしたらっていうね、えー、吉川 の足でっていう思いもあったんでしょうけど、まあ、まあ追い込まれたというところでね、まあ、あのエンドランのように、ね、チェンジアップ結構ボール球でしたけど強引に打ちに行って転がしてた、まあ、多分吉川は、ね、あのスタート見るとギャンブルスタートだったですねできっちりホームへセーフ、ねまあファーストのね野戦というところになりましたけども、まあ、吉川の足何をしなきゃいけないのかという炭谷のバッティング野球能も素晴らしくあり自分のやるべきことをね分かった上えでヒットを打たなくても1点を取るっていうねこの炭谷のバッティング吉川の総理素晴らしかったなと思います。両者に ね、でまあ、あのー、細かい系統でね、えー、高梨大竹大江中川出られさずね信頼度があるからこそねこういう小刻みにパンパンパーンと素早く変えれるっていうところでね、まあ、安定した中継ぎ陣のね粘りで、まあ、3対1と逃げ切ったかなと、まあ、d n a はね2安打っていうのはねさすがにきついかなっていうね、まあ、敗戦になりましたね。えー、そして昨日13対4で、えー、巨人の勝利と d n a はね先発パットンを持ってきてオープンだっていう形になりましたけども1回3分の17安打2三振2四球 9, 9失点えそしてその後無武藤が出てきて1回3分の14安打2三振2四球 4, 4, 4失点とまあ奇策。 ととというここででねもうこれでもう一気にゲーーームオーバーと、えー、巨人も途中からね、まあ、連戦続くので主力も下げたっていうところもありますしでもですねよく考えてみればこれがまあオープナーじゃないのかなと、えー、多くの日本のプロ野球がやってるショートスターターは、まあ、ショートスターターですね、まあ、僕もそこまで詳しくはないですけどメジャーでやってるオープナーっていうのは中継ぎの一番手とか守護神が投げて初回一番失点する確率が高いところを投げて2番手を投げて。 えー、2回から先発が投げるっていうのはね、まあ、実質的なメジャーがやってるオープナーじゃないのかなっていうことを考えればこのパットンが先発っていうところは、まあ、メジャー版オープナー。 じゃなないのかなと、まあ、今回ね不発になりましたけども、まあ、大体ねまあ奇策をすればですねえうまくいかなかったらね叩かれるんですよね全体的にまあでもですねやるべき価値はあったと思いますし、まあ、何でもかんでもね絶対やったらうまくいくっていうところもないですしやって駄目だったからねそれが全部駄目だっていう言い方もね、まあ、僕はあんまり好きじゃないっていうところもありますし d n a としてはねいろんなまあ怪我人も出る中で、まあ、こうやって頑張ってきてまあ今ちょっとねこの3連敗してきてねまあ明日の新聞史上どうなるか分かりません けどもまあ多分ラミレス監督はまあ叩かれるような感じになりますけど、まあ、僕自身はねやる価値あったんじゃないのかなと思いますし、まあ、これがねうまくはまらなかっただけであってこれはまればねさすがっていうところでまあ作戦もね、えー、のリードと一緒みたいなもんですよあの、まあ、結果論でね、まあ、僕ら改正者としてはその結果論でね正直叩かなきゃいけない時もありますしそれを評論しなきゃいけない時もありますからまあ難しい問題ではありますけどですね、まあ、結果が出なきゃ叩かれると、えー、結果が出れば褒められるとまあ こんな簡単なことはないですけども、まあ、このね作戦に関してはですね、えー、今後撮影、えー、用意してますからそこでねまだきっちり、えー、説明、えー、解説、えー、していきたいと、えー、思いますと、まあ、あとはですね、まあ、最後三島ね投げてましたけど、まあ、最後もうあんの点差だったらジャイアンツがね増田投げさせたようにもう野手投げさせてもよかったんじゃないのかなとね9回とかあ9回はないかジャイアンツはね8回とかね野手投げさせてもよかったかなと、えー、思いましたね、まあ、あとはジャイアンツね え2回に松原プロ初ホームラングッとおめでとうね大ナイスホームラン、まあ、ということでね巨人3連勝えセ・リーグのえ優勝争いにとっては非常に痛い d n n a、ね、3連敗になりましたね。 さあそして阪神対ヤクルト9月1日か2対1で阪神2日2対3でヤクルトで昨日が4対3で阪神阪神の2勝1敗ということでね、まあ、勝ち越しいということになりましたけども、まあ、火曜日の試合はです、ねまあ、7回、えー、村上がツ、ね、ーアウトから初球、まあ、ストレートを、ね、一塁線抜けるライト前ライトツーベースというところになりましたけども、まあね、あのこの戦場を締、ね、めた方がよかったとっいう意見もあるかも分からないし、まあ、それがね定石だとは思いますけどもさすがにですね 高橋のストレートをあそこまで引っ張り込むとはね、ちょっと想定外だったんじゃないのかなと思いますし、まあ、その中ね、あのインコース高めをしっかり引っ張り込めたっていうのはね、村上のバッティンググッ、ね、まあ、あとエスクバーのね、タイムリーっていうところもありましたけども、その前のね、労岡のフォアボールがね、高橋はね、ちょっとバーッとね、最後その後まあ、 あの村上ツーベース打って労岡ねフォアボールあそこね勝負したかったですね、まあ、フォアボール出したがためにエスコバのねタイムリーになっちゃったかなっていうところもありますし、まあ、ヤクルトはね9回ワンアウト2,3塁、まあ、エスコバーサードゴロ坂口サードフライ得点できずっていうところでね、まあ、9回裏サンズにねさよならホームランを打たれるわけですけどもイノアかな。 ツ、えーシーム投げてスライダーをね5球連続で最後はねど真ん中に入っていって、まあ、ホームランっていうところもありますけどまあ、外国人投手あるあるっていうところがあってですねフォアボール出すぐらいだったら真ん中近辺に投げるっていうねっていうピッチャー結構多いんですよねまあそれに当てはまるかなっていうようなね最後ほぼど真ん中にねスライダーを投げてまあ、そこがね、まあ、サンズがねしっかり打ったっていうところもねまあ素晴らしかったなと思いますけどまあ、あとは先発のね高橋がグッとね好きなし。 でコントロールもグっていうところでね、もう本当にあの1軍に復帰してから、もう毎試合、えー、勝ち負けはね、あるかもわかんないですけど、まあ、完璧な素晴らしい投球、えー、してるんじゃないのかなと思います。そして水曜日、2対3でヤクルトの勝ちというところでね、まあ、阪神はね、サンズの7回裏、3試合連続ホームランとこう同点ツーラン、グーッと、素晴らしい。まあ近本がね10回裏 今季初ダブルプレーでねゲームセットっていうところになりましたけどもまあ粘り強くね戦いましたけどね最後ちょっと、えー、追いつかずっていうところになりましたけどその中でねお小幡守備グッとね。 3回でワンアウトから坂口ねショートゴロそして木並みエラーで青木レフト前ヒット山田タイムリーで2点目が入ったっていうねやっぱりタイガースはやっぱりエラーがね失点に絡むんでこの木並みのねショートゴロもそんなに難しい球っていうか全然難しい球じゃなかったですけどバッとプレーねこういうエラーでやっぱりそのね負けがついてしまうっていうのは非常に今後のね、えー、ペナントレースに に対しては非常に大事なところになってくるんでやっぱりその難しいのは難しいですけどね、まああいう簡単なところはしっかり処理したいなっていう感じで見てましたね、まあ、やくるとね。 まあ、勝ったからいいけどっていうところでね七、まあ、回表代々山崎がねレフト前そして中村えセンター前とこの山中がね3バンド失敗で三振とで坂口463ダブルプレーとでそのぐらいねサンズに同点ホームランを打たれたわけですけどもそこね山中がしっかりバントして、えー、1点でも取っとければねもうちょっとすんなり収まったかなっていうところもありましたけどもあと10回裏ね先頭の福留のセンター裏山崎グッドプレーあのプレーはね非常に大きかったかなとしっかりね勝ち切れた要因でもありましたし阪神、まあ、打線と はねちょっと山中の間距離ね対応しきれずっていうところがあってねまあ3対2とヤクルトの勝利かなとでまあ昨日はねまぁ、あ、4対3で、えー、っていうところでちょっとマクガフの話中心はいあとはね7回表ムで猛瀬プロ初ヒット初打点グッおめでとうこれからもね頑張って行ってもらいたいなと思いますあとまあマクガフね、えー、7回裏2アウト13塁でまあ、近本の打席 1球投げて5球目投げる前に、まあ、無人のファーストに牽制して決勝点2点を献上する形になったんですけどた、まあ、これはもう多分ですけどもカメラもおいきれてないんで、まあまあ、そんなこと起こるなんて誰も思ってないからなんでしょうけどあのまあ多分ヨーカーが走ったの分からなかったんだろうね。まあ、もうそれししかか合点がいかないなあとは あのキャッチャーの指示をした方が良かったんじゃないのかっていう声もあるかも分かんないですけどさすがにしない盗塁したことが分かってないなんて誰も思ってないしかもあれあのツーアウトだったからあれワンアウトとかだと指示とかが出るけどもあのツーアウトだったっていうところとランナーが三塁にいたっていうところでけ、まあ、牽制のサインもないとでツーアウトっていうところで大してて指示がなないいいいっうからんですよねだからあそこでキャッチャーが何かするべきことは正直、えー、何もないと。 打席入る時だったらね近本ファーストゴロファーストねとかっていうのはありますけど、まあ、投球感っていうのもありますしでもただランナーがセカンドに行くとサインがランナーセカンド用に変わるはずなんですよね。 ファーストだけの時とかランナーいない時とかランナーセカンドにいる時ってサインが多少変わるはずなんでサイン変わってるはずなんだけどもそこどうなんだろうなっていうまあ一つの仮説の答えはあるんですけどもそれは作戦面の話になっちゃうんでさすがにヤクルトのバッテリーに申し訳ないんでちょっとそこまでは言わないですけどもまあわからなかっ走ったの分からなかったんだろうね多分こんなことあるんだね。 あのバッ,バッと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 だけど俺もよく分かんないんだよね理解不能ででもキャッチャーとしては正直やるべきことは何もないあの時にだって盗塁したのを分かってないって正直そこまでは思わないよね、まあ、前の動画でもね信頼しても信用するなっていうところありましたけど走ったやつが走ったことが分かんないなんてそんなの夢にも思わないからランナー走ったよセカンドいるよなんても言わないしね まあちょっとねあまあ高津監督もね試合後のコメントで、まあ、本人に聞いてくれって言ってますけどちょっと僕も本人に聞いてみないと分かんないなもう正直走ったのが分かんなかったっていうね、まあ、これが全てかなっていうそれほど集中してたっていうことかな、まあ、バットだけどねあそこを抑えれてたらねヤクルト勝ってたんだけどね。 非常に大きなミスになってしまいましたねということで結果、えー、2勝1敗で阪神の勝ちというところになりましたね今回ちょっとキュッとね、えー、まとめて短くなってますしちょっと最後は声が仮気味で疲れてましたけど、えー、以上ちょっと最後ショットで最後でね動画の背景とか変わってるかもわかんないですけどあんまり気にせずまた月曜日の総チェック、えー、見てください、えー、本日は見ていただいてありがとうございますグッドボタン押せずにチャンネル登録よろしくお願いしますしかもちゃんと見てくださいねモチベーションを上げるためにまた頑張りますねありがとうございました thank <music> you